走族、追う警察。しかし覆面パトカーでは深追いはしない。追跡の目的はあくまでも証拠写真とビデオの撮影なのである。香川一丸一から各車両、坂橋南船を直進、なお南進中、以上香川一丸一。一通り証拠写真を撮り終えると、すでに先回りをして待機中のパトカーに連絡を入れる。県警本部と地元警察の見事な連携プレーである。追跡をパトカーに託し、次に覆面パトカーは暴走族によって迷惑を被った一般車の撮影を開始する。キャンベル前赤、迷惑車両。集団での暴走行為を道路交通法違反で起訴するためには、迷惑を被った人々の証言が必要となる。そのために現場に居合わせた一般車両の車種やナンバーを撮影し、後日事情聴取を行うのである。このような取り締まりからおよそ3ヶ月後、迷惑を受けた人々の証言が揃い、証拠写真もあることから、一人の若者が逮捕され、本署に連行されてきた。ここに、こちらに座って。なんかもうリストも全部言ってるんだよ。お前それやで。俺もほんまやめたんで。うん、8月でな。今日まだ相談役やなっとったな。じゃあ、そうかくなっとったな、うん、なんでそんな話を。それは俺は認めんで、絶対解散や、解散とか出とらんだろ。マスパケマンの存在し、5、3、1。そこ、もう掘り込まれんの、俺も掘り込まれん。交通やつ、絶対掘り込まれんの。で、ほんまんな。お前、もう死んだの。これ、長いの。知らないんだよ。彼は自分はもう引退したので関係ないと言い張ったが、数々の証拠物件を突きつけられ、最後には暴走行為の事実を認めざるを得なくなった。香川県では現行犯逮捕よりもこうした地道な取り締まりと捜査の積み重ねで暴走族を摘発逮捕している。その甲斐あって現在香川県内には大規模な暴走グループは一つもない。